さあ今週もやっていこう。 PR58 の地球65まで一回ときたいよね。一回刺激上がれたからね。もう遠慮なく線が使わせてもらいます。なんかラグいな。もう絶好調の千賀とか打てんやろ誰も。はい、 OK。 いくら横浜出せんでもねきついんじゃないですか。投げました。打ったセカンド左へのゴロ。はい、オッケー。アウト、スリーアウトチェンジ。いいね。さあ相手の先発はいいの。相手も絶好調やね。さあどう打っていくか。ここ、うん、セカンドライナー。これでワンアウト。ここでバッターボックスは今宮。今宮強いんやけどね、能力的になんか打ちにくいんだよね。あんま今宮で打ってる印象がないわ。今2ストライクまで行きたいけど強振は無理。さあさあ今回からないちゃんと5回なんで慎重に。さすがにやれるか。まあ上手い人って戦火のフォークをあんま使わないからね。フォーク使うと見せかけてあんま使わないっていう。でここぞという時に使う印象があるか。そうしようか。さあはい、OK。さあグラッシャー、オッケー。これを一体ツーです。オッケーオッケー。チャンスどうしようか。1点取りたいから流し打ちかな。とりあえずランナー進める。あまあいいわ。OK。さあ確実に1点取りたいけど。どうしようか。あかん。あれ振ったらあかん。下手すぎ。いやだめ。あ、OK、OK、OK。危ない危ない。よし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 。1点取ったらもうこっちでもやる。ここでバッターボックスは上林。そのバッティングで点差を広げていきたい。狙うか。1点取ってるし。攻めてきます。投げました。強引に振りに行った。カウント2ボール1ストライク。さあ4球目。あ、ちょっとずれた。惜しいな。R グラウンドキャッチしています。これで2アウト。マジソフトバンク8番松田って強すぎやろ。もう阪神やったらね5番とか3番打てますよ普通。あかん。はい、これは OK 抜けた。2点目いただきですね。あ、 OK。 2点取れば反対かな。これはさすがに無理。まあまあまあ2点取れたら十分でしょう。はい、これは打つかん。まあいいわ。まあボール球も混ぜて打ってくれそうやから混ぜていこうか。オッケーオッケー。振ってくるね、ボールだろ。
大体ね、上手い人はあんまり振ってくれないけど、大体ボール球振ってくれるんで。中に切り込む、スラブ、オッケー、いいね。ここはナイス、今日調子いいわ。次走る、あっオッケー、さあ一発狙おう。赤、赤んボールだもん。ここは見る、赤ん、あ、まあいいけど。あかん、まあ、まあまあまあ、インコース高めまじ無理、ダメだこれは、あかん、さすがに無理やね。いやちょっとずれたな、あれホームランコースやったけど、まあまあまあいいわ。バッターは DH 外、初球を打ちました。いつも一人目取れんな、ファーストへスロー、一塁は惜しい、千賀ヒットを許します。ここはダイソーかな、多分。さあ初球、OK、でボール球振ってくれるんで、ここからボール球で攻めていく。オッケー、さあゲッツーコース、はい、オッケー、さあラスト1回、前回栗原打ったんでね、狙っちゃいますか。あっ、いやマジ栗原使いやすいよ。さすがに無理か、ここ、うん、ちょっとずれたり、ここオッケー、ここオッケー、ここ、うん、ちょっとずれるな、さっきから。まあまあいいわ。さあラスト、ちょっと待って、毎回ファースト毎回最初打たれるんやけど。OK、 はい、OK、 ダイソー出さねえかな、あ、出すか、課題だか、はい、フォークと見せかけてストレート、さあゲッツーコース、はい、オッケー、いやーソフトバンク相変わらず強いね。ってことで今週も頑張ろうか、ソフトバンクで。せめて60は超えたいね、あんまりチャンピオンシップできる機会は少ないけど、今週は6時目標で、あと1勝か2勝できるかな。はい、じゃあもうこれで終わります。